ヤントマシェフスキは、ポーランド出身の元サッカー選手、現サッカー解説者。選手時代のポジションは GK。1970年代の同国の躍進を支えた、長身のゴールキーパー。1973年10月17日の FIFA ワールドカップ西ドイツ大会欧州予選、敵地でのイングランド戦では、後セーブを連発し、予選突破に貢献。イングランドの 本大会出場を阻んだことから、マンザットストップとイングランドの愛称でも呼ばれた。本大会においても2次リーグのスウェーデン戦と、西ドイツ戦で PK を阻止する活躍を見せるなど、同国の3位入賞に貢献した回評価を得た。1976年モントリオールオリンピック、1978年の FIFA フフワールドカップアルゼンチン大会も政治意見として出場を果たした。 また、ポーランド政府から30歳になるまで海外移籍を禁止されていたが、アルゼンチン大会後にベルギーのケーベールスホット VAG へ移籍、1981年からはスペインのエルクレス CF へ移籍した。その後、ポーランドへ帰国し1984年に現役引退をした。引退後の現在はサッカー解説者として活躍している。ありがとうございます。